はい、皆さんどうもおはようございます、今日は5月6日7時56分になります。旧江戸川に来てます。団地前ですね。森がだいぶ木が茂ってきて、櫓さんの数が見えないんですけど、火災側は結構空いてます。はい、櫓さんがね、あまりいない状態です。ただ、浦安側はね、相変わらずすごいですね。すごいっていうか、祝日の割には通常通りの混み具合って感じですけど、火災側は上流側に1名の柴さんさん、こういう下流側はいらっしゃらなくて、浦安側はですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21名ぐらい、三宅側から河口だけでパッと見21名ぐらいいらっしゃいます。多分友達と来てるという感じで、近場にね、2、3人固まっている方もいらっしゃるし、ね、もしかしたら撮影かもしれないし、人は多いです。風はちょっと強いです。3メーターから4メーター。いや違う、4メーターから5メーターですね、ベースが。水温19度です。はい。濁り方は変わらないかな。でもちょっと濁りが入ってます。ちょっとグリーンかかった。あ、違う。今変更サングラスしたからすいません。ブラウンですね。ちょっと砂感のあるブラウンな感じです。ちょっとだけ巻き上がってる感じがするブラウン、はい、砂っぽいブラウン。でも全然あのいい濁りだと思います。はい、なんだこれ、マーズ、なんだ、アワームか。ダメですよ、せちゃゴミはちゃんと持って帰ってください。当たり前のことですね。久しぶりに七尾岩乗りますか。ここに乗ってやっていこうと思います。はい、相変わらずチーニング調査なんで 14g のウェイトなんですが、ちょっと流されるようだったら18に変えてみようかなっていう感じですね。そのぐらい風と流れがちょっとバッティングしてますね。流れがこっちなんだけど、風がこっちから来てます。はい、お、アンガラさんがもう一枚いらっしゃいましたね。上流側に2名です。気持ちいいな、やっぱりこのリールは本当にシルバーウルフ、これめちゃくちゃいいっすよ。いや、上流側も結構いらっしゃるな。ただね、間でもちろんあの黒大師さんもね、いらっしゃると思うんですよ、あの餌釣りの。なのでね、一概にこうルアーマンの方だけが多いってわけじゃないとは思います。このタックルに普通にカニのね、その食うリグみたいなのつけて、カニ釣り用の、マヨ釣用のリグつけてピュッて投げてこう探ってったら普通に釣れそうですけどね。お、違うか。ああ違うな、柿瀬にカツ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 と流されながら当たってるだけだな。夜にちょっとだけ来た時があって、本当に一発だけ3、40分だけやって一発だけコンって当たったんですけど、乗せれなかったですね。ちょっと風が強いですね、すいません。5、6メーターですね。全然4、5メーターじゃない、5、6メーターぐらいあります。ベースで5、6メーター、4、5、6メーターって感じかな。で、舐めてると結構寒いですね。今僕これあのウェア、レインウェアに、ロンティにシャツ、半袖シャツにエアリズム着てるんで、まあまあ着てますよね。その本当半袖シャツとエアリズムとこれだけで来ようと思ったんですけど、うわちょっと窓を開けてみたら意外と寒いかもと思って、1枚あのロンティジップで開閉できるタイプのジップのワークマンの、ね、ロンティみたいのを1枚、ロンティっていうか薄い、本当薄いペラペラのジャケットを1枚かわした感じです。
チューニングロッドは結構硬いんですよ。8フィート3インチもあるんですけど、結構張りがあって障害物かわしやすいですし、僕がよく好んで探っている沖合を探るときにやっぱ 18g とか 14g のウェイト使うんですけど、それをね思いっきりあのフルキャストできるんで、あのこうやってね非常にいい感じです。ちょっと硬いけどね、もう 15% くらい柔らかかったらいいかなって感じはしますけどね。本当は今日76のシルバーウルフコレトマンシリーズ76にしようと思ったんですけど、ちょっとね重ための竿でルーオンウェイトでかっ飛ばしたかったんで、そのまま乗って帰ってきました。ウェイトとかはですね見えないですね。青魚はどっか行っちゃったかな。一発釣りたいですけどね、バイト前に一発。なんかね最近あれなんですよ、火曜日水曜日だけ、ね、天気悪いんですよ。だけってこともないけど、なんでそこで自分の1週間この連休の忙しい中頑張ってご褒美の火水雨なのって感じですよね。明日も雨だし、その周期は結構こう続いてるんですよ。今日は連休最終日なのでもうちょっとね火災がもこんでるかと思ったんですけど、全然ですね。多分通常火災側に来てるって方が浦安側が調子いいから浦安側に行ってるんだなと思いますし、あとねメディアのあれもあるかもしれないですね。なんか何個か動画上がってたような気がしないでもない。あとは X とかそういう超過情報もね結構左右されるんで、めっちゃ多いな。あの辺にめちゃくちゃ固まってますね。あそこだけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9名ぐらいいらっしゃいますよ。 150m から 200m ぐらいの間ですごい。ちょっとね風が強いんで音がボーボーしちゃうと思うんで、とりあえずこの辺の一棟で終わりにしようかなと思います。一棟って言っても僕はもう10分ぐらいはやりますけど、沖合はかなりねなんか早いんですけど、流れが手前がとろくて、で、こっちからめっちゃ浮いてきて、木と分かる、木見たら分かると思うんですけど、めちゃくちゃこっちなんか流れとバッティングしちゃってる感じです。やばい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 、最近ね私都会に全然行ってないんでね、都会大嫌いなんですけど、洋服とかね買いに行く時にはもう最近はもうめっきりあのねララポートとかアウトレットばっかりになっちゃってます。なぜかっていうとトイレがあるから。あんなに緊張するところに行ってねトイレがないところで買い物なんて不可能ですよ。はい、ということですぐにお腹が痛くなる七尾が放送しました。では、連休最後ですけど皆さんね体調管理整えて、今日の夜はあまり暴飲暴食しないでゆっくり寝るようにしましょう。余計なお世話ですけども体調管理も大事です。はい、ではまた明日明後日しあさってなるかもしれませんけども、次の動画でまたよろしくお願いします。さよなら、ご視聴ありがとうございました。浦安側が混んでいる旧江戸川でした。失礼します。